コロンバスはアメリカ合衆国ネブラスカ州東部に位置する都市。オマハの西約1 3 5キロメートルシュートリンカーンの北西約1 2 0キロメートルに位置する。地域は市のすぐ下流でプラット川に合流するループ川の北岸に広がっている。人口は22,111人。コロンバスに群庁を置くプラット軍一軍のみでなる。 ショート試験は32,237人の人口を抱えている。ビアスール隊を包囲し、破ったポーニー族18世紀、ループ川がプラット川に合流する。この地には、ネイティブアメリカンのポーニー族、オット族、ポンカ族、オマハ族等が住み着いていた。ポーニー族は、ロワー,ーループ文化を起こした部族を祖先に持つと考えられている。オト族は18世紀初頭に、 アイオワ中部からプラット川下流域に移り住んだ。近縁にあるオマハ族とポンカ族は18世紀中盤にオハイオ川がミズーリ川に注ぐ合流点の周辺地域からミズーリ川沿いへと移り住んだ。1720年4カ国同盟戦争の最中、ペドロデビアスール率いるスペイン隊はミズーリ川流域における フランスの活動についての情報を収集するため、ヌエボメヒコの首都サンタフェからこの地に遠征してきた。同年8月14日、フランスと同盟関係にあった、この地のポーニー族及び、オット族は、現在のコロンバス市がある、この地の南で野営していた遠征隊に攻撃を仕掛け、わずか数分の間に、司令官ビアスールイカスペイン人35人、及び同隊に同行していた。 プエブロインディアン11人を虐殺した。胴体の生存者はこの地を去り、サンタフェへと逃げ帰った。19世紀に入ると、カーニートリデからララミートリデへと至る、プラット川、ノースプラット川沿いを通る、グレート、プラットリバーロードが、西部探索の主要ルートになった。プラット川北岸に沿って精神する、者たちにとって、土手の地盤が緩く、流砂もあった、ループ川は、 大きな障害であった。渡し船や橋もなかったため、ほとんどのものは、ループ川をかなり上流まで遡ってから渡った。例えば、モルモン京都の第一人は、現在のフラートンの下流約5キロメートルまで、つまりこの地からは上流へ、約6 0キロメートル,ループ川を遡った。1856年5月28日、オハイオ州コロンバス出身者を中心とする、 コロンバスタウンカンパニーによって大陸横断鉄道の予定ルート上にあったこの地にコロンバスの町が創設された。コロンバスの町のすぐ西には1855年にネブラスカ巡集会からループ川での渡し船の運航を認可されたジェームズ・ C ・ミッチェル率いるエルク・ホーン・ループブリッジフェリーカンパニーがポーニーという名の町を創設した。 やがて1856年11月、コロンバスタウン・カンパニーとコロンバスタウン・カンパニーは統合された。創設当初は、コロンバスの長域にあたる土地はまだポーニー族のものであった。しかし、翌1857年、ポーニー族は、その後、ナンス軍となった土地に創設された、居留地を除く、ネブラスカ州内の土地をすべて放棄するという条約に調印した。 1858年、プラット軍議会は、コロンバスの調整施行法案を可決した。この時の人口はわずか16人であった。調整施行からほどなくして、コロンバスには、プラット軍の軍長が置かれた。同年、陸軍の進めで、ループ側の渡し船が運航を開始した。後世の文書によると、ミッチェルの会社は渡し船を運航する権利は得たものの、 実際の運行には失敗したようであった。コロンバスのユニオンパシフィック鉄道駅1863年にオマハからの大陸横断鉄道、ユニオンパシフィック鉄道の建設が始まるまで、コロンバスの街の成長は極めて緩やかなものであった。しかし、ホームステッド法がその前年に制定されたこともあって、この地を含むグレートプレーンズ地域は入植者を引きつけ、 その移入に伴う交通量が激増した。ループ側の渡し船は船橋に変えられた。この船橋は下記のみ使われ、陶器には撤去された。やがて1866年6月2日、ユニオンパシフィック鉄道はコロンバスまで開通した。この時の人口は75人であった。ジョージ・フランシスト・レイン勢力的で奇抜な実業家、ジョージ・フランシスト・レインは、 ユニオンパシフィック鉄道に沿って大陸を横断する街を連ねたハイウェイの建設を構想し、コロンバスをその一つと位置づけた。1865年、トレインはコロンバスの土地数百区画を購入した。その翌年、クリーブランドという街の予定地が近くに作られると、トレインはそれをコロンバスでの計画に対する脅威と捉え、その予定地に立っていたたった一軒の建物であった。 ホテルを買い取り、コロンバスに移設し、自分の会社の社名である、クレジットフォンシャー・オブ・アメリカにちなんで、クレジットフォンシャーホテルに改名した。トレインはこのホテルに一部屋だけ、大統領の宿泊用に部屋を永久に開けておいた。また、トレインは、合衆国の首都はその地理重心にあるべきと信じ、連邦の新しい中心、そしておそらく未来の合衆国の首都と、コロンバスを宣伝した。 プラット軍における農業の発展と鉄道交通の発展の両方が相まって1870年代にコロンバスは大きく成長し周辺8軍にまたがる地域の通称の中心地になった。1875年にブラックヒルズでゴールドラッシュが起こるとコロンバスの商人たちはこの街を金を掘り当てようとする者たちがその準備や身支度をし、 鉄道で近郊へと立つ地として宣伝した。1879年、コロンバスは、鉄道会社の争いの舞台となった。この年、バーリントンミズーリー川鉄道はリンカーンから、コロンバスを経由して、中北西部へと通ずる路線の建設を提案し、建設費10万ドルの再建発行を可決するよう、プラット軍の住民を促した。すると、ユニオンパシフィック鉄道に出資していた。 資本家 J グールドはこの路線との競合を恐れ、法案を通したら全力でコロンバスを寂れさせると脅迫したが、法案は可決された。バーリントンミズーリー川鉄道はリンカーンからの路線をコロンバスに開通させたが、提案とは異なり、コロンバスをその路線の執着とした。ネブラスカ州を斜めに走る同社の路線は、 コロンバスではなく、グランドアイランドで、ユニオンパシフィック鉄道と交差するように建設された。これに対し、グールドは、ユニオンパシフィック鉄道の子会社オマハナイオブラランド、ブラックヒルズ鉄道を、コロンバスの北西、ロストクリークでループ川を渡らせ、そのまま南下して、コロンバスを経由することなく、ジャクソンで、ユニオンパシフィック鉄道本線に合流させるように、 建設させるという形で報復した。しかし1881年、ロストクリーク橋が詰まった川越りによって破壊され、これがコロンバスにとって幸運となった。最終的にはユニオンパシフィック鉄道は、市から2万5000ドルの寄付金を受け取る代わりに、コロンバスまでループ川北岸を通るようにこの路線の経路を変更することに合意した。1911年、 カンザス州、サライナで国際メリディアンロード協会が設立され、成型97度線にほぼ沿って、ウィニペグからテキサス州ラレドへ、そしてメキシコシティへと至るメリディアンハイウェイの建設プロジェクトが立ち上げられた。同年9月、コロンバスでの会合で、このプロジェクトの発起人、ジョン・ニコールソンがこの道路の建設の指示を呼びかける演説を行い、 ネブラスカメリディアンドード協会が発足した。大陸を南北に縦断する、この道路は、コロンバスでプラット川及びループ川を橋で渡ることになった。1922年、この道路は修道に指定された。1924年、サウスダコタ州ヤンクトンで、サウスダコタネブラスカ宗教になっているミズーリ川に、メリディアンハイウェイ橋が架けられ、 季節運行であった私船から変えられたことにより、この道路はカナダからメキシコまで数年通行可能になった。1928年、この道路は国道81号線に指定された。1915年に市中心部に建てられたリンカーンハイウェイガレージ1913年、大陸を東西に横断する道路としてリンカーンハイウェイが開通した。ネブラスカ州内においては、 この道路は、プラット川に沿って通り、引いては、その約半分は、ユニオンパシフィック鉄道のすぐ隣を通った。この道路もまた、コロンバスでループ川を橋では当たった。1926年、この道路は、国道30号線に指定された。大陸を横断、縦断する、これら2本の自動車道が交わる立地から、20世紀、初頭のコロンバスの中心部では、 商業が発展し、ホテルの増築や新築が相次ぎ、車庫も作られた。また、自動車での通行者にとって、コロンバスをより魅力のある街にするため、市は街灯の設置や街路の舗装を進めた。1925年頃までには、市内の主な街路はすべて舗装され、2サードアベニューから2ナインスアベニューまでの1ンスストリート沿いには商用の建物が立ち並んだ。 世界恐慌の影響で1930年代のプラット軍の農村部は壊滅的な打撃を受けた。第一次世界大戦中の穀物や家畜の価格高騰は農地にバブルをもたらし、農家は農地を広げるために新しく購入した土地のみならず、すでに所有していた土地をも抵当に入れていた。世界恐慌で農地や農産物の価格が暴落し、 そこに1934から36年の干ばつによる不作が追い打ちをかけ、農地を手放さざるを得なくなる農家が続出した。ループ側に架かる橋。現在では1932年に架けられたトラス橋は南行に車線、後にすぐ下流側に架けられた桁橋は北行に車線に割り当てられている。一方、コロンバスの市民、商人のリーダーはその時代。 地元の建設プロジェクトに対する連邦や州の出資を積極的に求めた。1931年、メリディアンハイウェイ及びリンカーンハイウェイの両方が、ユニオンパシフィック鉄道の線路をまたぐ、メリディアン陸橋が完成し、同線の平面交差が解消された。また、1930から31年にかけて、老朽化したプラット川の橋が架け替えられ、 1932から33年には、ループ側に新しい橋が架けられた。コロンバスのループ運河水力発電所世界強行後の、コロンバスにおける公共事業の中でも最も大掛かりであったものが、ループプロジェクトであった。これは、南祖郡内でループ側に分水石を設け、ループ側が、プラット側に注ぐ合流点からさらに1マイル、下流まで、 35マイルにわたる運河を建設し、その水を灌外や発電に用いるというものである。運河の流路上には2箇所に水力発電所が設けられた。一つは門道の北に設けられたもので7 8 0 0ットの出力を、もう一つはコロンバスに設けられたもので4 5 6 0 0ットの出力を有していた。この事業には、 公共事業局による貸付及び給付金730万ドルが投じられた。分け水石や運河、発電所の建設は1934年に始まり、いくつかの細かな部分以外は1938年9月に完成した。1936年10月の最大時には、この事業がもたらした直接雇用は1352人を数えた。ループプロジェクトの債務支払いのために、 ループ側公共電力区はその電力の市場を見つけなければならなかった。しかし、農村部における電力網の普及は遅く、また、ネブラスカ州内の私有電力会社がこのプロジェクトから購入する電力は少量にとどまった。1935年の公共事業持ち株会社法制定によって、東海岸の持ち株会社が ネブラスカの子会社を売却するインセンティブができても、プロジェクトの債務を理由に、銀行家は、その売却益を、ループプロジェクトに融資することを渋った。1939年、ループプロジェクトや州中部のプラット川で行われた、トライカウンティ、サザーランド用プロジェクトから電力を購入し、消費者や公共事業者に売却することを目的とした、消費者公共電力区が、 コロンバスで創設された。最終的には、ド区クは、私有電力会社を購入する資金として、収益事業債を発行する権限を与えられた。1942年までには、ド区クは、オマハ周辺の一部を除いて、州内の私有電力会社をすべて購入した。1949年までには、最後まで残っていた私有電力会社も、すべて買い取り、ネブラスカは、 全米で唯一公共の電力だけで賄われる州になった。第二次世界大戦の開戦とともに、コロンバスの後援者は軍事工場の設置を求めるようになった。彼らは、四北西部の90エーカーの土地を購入し、そこに鉄道を引くよう連邦政府を説得した。しかし、予定されていたアルミニウム押し出し成形工場の建設が始まる前に、 そう遠くないうちに終戦を迎え、工場が不要になることが明らかになった。この土地は余剰資産として、原価の数分の1の価格で、ループプロジェクトに売却され、プロジェクトによって、工業用地へと転用された。1946年、米連マニファクチャリング社がこの土地の一角に工場を建て、その後間もないうちに、残りの土地も全て埋まった。コロンバスは、 北緯41度25分58秒整形97度21分31秒、北緯41.43278度整形97.35861度、41.43278-97.35861に位置している。オマハからは西へ約 135km、シュートリンカーンからは北西へ約 120km に位置する。地域は、ループ川が プラット川に合流する地点のすぐ上流、ループ川北岸の平坦な土地の上に広がっている。市の標高は441メートルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、コロンバス市は総面積26.11平方キロメートルである。そのうち25.51平方キロメートルが陸地で0.60平方キロメートルが水域である。 コロンバスの気候は蒸し暑い夏と乾燥して寒さの厳しい冬に特徴付けられ気温の年格差の大きい内陸型の気候となっている。最も暑い7月の平均気温は約摂氏24度最高気温の平均は約摂氏32度で日中摂氏32度を超えることは平年で月の半分15日程度である。最も寒い1月の平均気温は 氷点下摂取6度、最低気温の平均は氷点下摂取11度で、ほぼ毎日気温が氷点下に下がる。降水量は夏季の5月から8月にかけては多く、月間80から110ミリメートル程度、逆に冬季の11月から3月にかけては少なく、月間15から30ミリメートル程度である。春季、秋季には月間40から70ミリメートル程度である。 年間降水量は6 6 5ト、mm、ル程度である。また、冬季の12月から3月にかけての月間降雪量は12から2 0トル年間降雪量は7 3トルに達する。欠片の気候区分では、コロンバスは亜寒帯湿潤気候に属する。コロンバスの街路は整然と区画されている。東西方向の通り、南北方向の通りともに、 そのほとんどに数字がついており、東西方向の通りはストリート、南北方向の通りはアベニューと呼び分けられている。ストリートは北へ行くほど、アベニューは西へ行くほど数字が大きくなる。市南部及び東部においては、ファーストストリートより南に数字のついたストリートや、ファーストアベニューより東に数字のついたアベニューが存在し、それぞれ南、 東に行くほど数字が大きくなるが、これらの通りにはそれぞれ、サウス、イーストと付けられ、ファーストストリート以北のストリートや、ファーストアベニュー以西のアベニューと区別されている。市中心部の商業地区は、テンスマイナスフィフティーンスストリート、ニサードマイナスにナインスアベニューの間におおむね、収まっており、コロンバス商業歴史地区として1996年に、 国家歴史登録財に登録されている。サーーティンスフォーティーンスストリートおよびシックスにセブンスアベニューに囲まれた位置、ブロックを占めるフランクフォートスクエアと呼ばれる広場は、コロンバスの中心として位置づけられており、コロンブスデーやメモリアルデーの式典やファーマーズマーケットなどのイベントが開かれる。コロンバス視聴者コロンバスは、シティマネージャー制をとっている。 市の立法機関である市議会は8人の議員からなっており市を4つに分けた選挙区から2人ずつが選出される市議員の任期は4年で2年ごとに各選挙区1人ずつ4人が改選される市議会議長は8人の市議員の中から1人選出される市長は市議会に出席し市議員の賛否が同数で自らの票がキャスティングボートとなるときのみ 市議員と対等な投票権を有する。また、市長は市議会の可決した条例に対して拒否権を有するが、市議会が全議員の2、3以上の賛成で可決した場合は、市長の拒否権を無効化することができる。市長は全市からの投票で選出され、その任期は4年である。シティアドミニトレイターと呼ばれる、シティマネージャーは、 市の行政実務の最高責任者であり、市長に任命され、市議会の過半数の承認によって就任する。シティマネージャーは市長及び市議会の指揮命令下において、効率的に行政実務を遂行し、監督する責任を負う。また、シティマネージャーは市長や市議会に対して、市の財政状況を随時報告し、 市政府各局長の人事について進言する責任も、負う。シティマネージャーの他にも、市法務官、市水党役、市初期関係副水党役、市議士、市議士はいずれも市長に任命され、市議会の過半数の承認をもって就任する。コロンバスの地域経済は、農業と製造業によって支えられている。水力発電による安価で豊富な電力が手に入る、ことから、 コロンバスには農業設備関連をはじめとする鉄鋼加工、建設業者のベ連ンマニファクチャリングの本社が置かれているのに加えて大企業の工場もいくつか置かれている。医療機器、医薬品メーカーのベクトン・ディッキンソンはコロンバスに2つの工場を置いている。自動車座席メーカーのカマコ・アンビアンもその座席システムの工場の1つをコロンバスに置いている。 世界五大穀物メジャーの一つであるカーギルは牛ひき肉の工場をコロンバスに置いていたが2015年に同社の牛ひき肉部門がウィスコンシン州バトラー及びテキサス州フォートワースに移転した後2016年以降は同社の食肉調理品の工場になっている同じく五大穀物メジャーの一角をなすアーチャーダニエルズミッドランドはコロンバスに トウモロコシ加工の工場を置いている。また、コロンバスは、1951年に創業し、1985年に、半導体製造のビシェイ・インターテクノロジー自産化に、入った、電気部品会社、デールの創業の地であり、ビシェイ・デール・エレクトロニクスとしてこの地で、電気部品の製造を続けている。コロンバスに近い商業空港は、オマハのエプリエアフィールドやリンカーンの、 リンカーン空港であり、いずれもコロンバスの中心部から 100km 以上離れている。市中心部から北東へ約 2km、市北東部に立地するコロンバス支援空港は、ゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機等の発着が主となっている空港で、定期旅客便は就航していない。コロンバスには、週間高速道路は通っていないが、国道30号線と、 国道81号線が交わる。また、ロストクリークパークウェイが、市の北側を通る、環状道路になっている。市西部には、エクスプレスアローのバスストップがあり、オマハと州内のノーフォークとを結ぶバスが、オマハ方面、ノーフォーク方面とも1日1便停車する。コロンバス高校コロンバスには4年生大学は、キャンパスを置いていないが、2年生のコミュニティカレッジである。 セントラルコミュニティカレッジが3つあるキャンパスのうちの1つを置いている。コロンバスにおける K12 課ほどは、コロンバス公立学区及びレイクビューコミュニティ学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。前者は小学校5校、中学校1校、高校1校を、校舎は小学校2校、中高一貫校をそれぞれ有している。また、コロンバスには、 カトリック系やルーテル教会系の私立学校もいくつか置かれている。コロンバスの公立学校におけるアクトの平均点は全米平均とほぼ同水準でカトリック系私立学校においては上回っている。アンドリュー・ジャクソン・ヒギンズ像、グラーズ・タバーン市南西部に広がるポーニー公園の一角にはコロンバス出身でニューオーリンズで財をなし。 第二次世界大戦のヒギンズボートの設計で知られる造船家、実業家、アンドリュー・ジャクソン・ヒギンズを称えるアンドリュー・ジャクソン・ヒギンズ国立記念公園が設けられている。同園内にはヒギンズの銅像が立ち、また上陸した戦士たちの像と共にヒギンズボートのレプリカが展示されている。また、ノルマンディや朝鮮、ベトナム等、歴史的に大きな意味を持つ海岸の砂も、 展示されている。市中心部に立地するグラーズタバーンは1876年に建てられたもので、現在も営業中のものとしては、水売り側伊勢で最古の酒場である。バッファロービルこと、ウィリアム・フレデリック・コディは、コロンバスを頻繁に訪れていた頃、この店の常連であった。グラーズタバーンは1975年に国家歴史登録財に登録された。 以下に、コロンバス市における1870年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。コロンバス小都市圏は、プラット群一群のみからなっている。ありがとうございます。